2月24日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に3日続落しております。昨日の終値に比べて30円78銭安の 19,340 円68銭で午前の取引を終了しました。全体に値上がり銘柄が少なめ、昨日と比べ全体の中で約 42% を占めます850銘柄、これに対して値下がりが約 49% の979銘柄ということで、全体的に値下がり銘柄が優勢でした。朝方から売り注文が先行して始まりました。昨日のアメリカのマーケットはニューヨークダウは実に10営業日連続で最高値更新と堅調に推移しておりましたが、今日のところは為替相場が円高ドル安に触れたと、東京市場で1ドル112円台前半と為替が円高に触れたということなどが株への売り圧力に働きました。日経平均株価午前9時ちょうど寄り付き段階で 19,219円と今日の一番安いところで寄りました。その後はじわじわ下げ幅縮小、午前10時半前にはプラスに転じる、小幅プラスに転じる場面もありました。ただその後はなかなか買い注文が続きませんで、再びマイナス圏に沈んで全引けは30円安ということで取引を終えております。商いも全体的に低調でした。売買高は11億2100万株節目の10億株は超えておりますが、東芝一銘柄でだいぶかさ上げされたという側面も大きかったと思います。売買代金は節目の1兆円に届きませんでした。9952億円ということで1兆円届かなかったということで、低調だったということが言えます。ただ中小型株物色、このあたりは引き続き旺盛でして、外国人投資家などの影響の少ない新興市場あるいは二部市場などには個人投資家の買いが続きました。二部指数あるいはマザーズ指数、ジャスダック平均などはいずれも続伸ということで、昨日の IPO 銘柄なども今日も買い物が入ってたということで賑わっておりました。個別銘柄で動きが目立ったところとしては、今日上昇した銘柄ですが、森永2社、森永製菓と森永乳業が大きく買い進まれました。森永乳業2264は全引け段階で昨日と比べると 14% 以上値上がりして取引を終えております。こちらに関しましては、この2社が資格経営統合で合意するという報道がありまして、それによる収益改善への期待感が高まって大きく買い上げられたという動きが見られておりました。競争環境が改善するというような連想も働きまして、同業の明治ホールディングスなども買われました。食品株が全体的に堅調という動きが見られておりました。商いが多かったところではやはり東芝の動きも目立ちました。売買代金も非常に今日も膨らんでおりまして、前引け段階で今日は株価は 4.8% 高ということで大きく上昇しておりました。こちらに関しましては、今日は複数の会社、半導体の会社ですとか同業ですとか、あるいは台湾の鴻海精密工業なども出資を検討しているというような報道もありまして、出資に興味を示している会社が多いということで、結果として半導体を分社した新会社の評価が高まるのではないかというような見方が広がって、今日も買い注文が入ったということで、時価総額は1兆円を超える場面もありました。前引け段階では9500億円レベルということでして、買われていたのが目立っておりました。以上、今日前引けの模様を東証アローズからお伝えしました。